皆さんこんばんは、見て聞いて参加できるラジオ、クリスタルの始まりです、今夜も何が起こるのか分かりません、今夜のゲストは、樋口舞さんです。今夜も楽しみです。拍手今日はですね、大阪で地震がありましたね、皆さん。僕はですね、なんかそういう人たちの苦しんでる人たちにですね、何かしてあげられないなと思って、なんか力がないというわけではないんですけど、なんか何かをできたらいいなと思うんですけれど、でも僕ができることというのは、今日のラジオ、僕の場所は僕の場所で全力で、今日あることをやることだなと思います。なので、僕は僕で皆さんで頑張っていきましょう、そんな、思いで今夜も、素敵な時間を作っていきたいと思います。クリスタルレインボーの始まり。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月夜会へようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2018年6月18日マンデーナイト21時オープン。今宵もどんなドラマが展開するんでしょう。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。本家クリスタルの始まりです。大人が輝かなくてどうする、ここは大人の本気祭り、楽しんだ方がいいに決まってる、踊らにゃそんそんクリスタル。ドゥー今の顔お届けできなくて残念。あ、でもユーストリームが今映ったかも。クリスタルドゥー、流行りますよこれ。楽しいね見てバッチバッチ、やっとお披露目できましたね。かわいいだろう。今月は俺金さんご紹介しないと。今月はバッチの強化月間、違うね、クリスタルの強化月間、バッジができたからみんなつけてるよ。はい、はい、これはチャリティーバッジです。はい、説明して ですね、2つでワンコイン500円で販売しましてですね、ジーザスのライブに行くとね100万個ぐらいあるからいっぱい買ってお願いします。お願いします。買えよお前ら俺の立場を考えて買えよここにいられるのもそれにかかっている何個売れたからでね、時間が測れるってどう。すごいな、猛烈ですね。10個1分あの会社の営業表みたいなグラフでジーザスで、ジー君頑張ってます、アヘレちゃん頑張ってますみたいな。やだな懐かしい、はい、でも本当にあの売ります。本当これ本当ですかね、ライブの。これあの本当に売って私たちが生活するんじゃなくてワンコのね、保護犬のレインボードッグのご飯代になったりね、はい、そうですそうです、いろんなものになるので、ね、そう、売り上げはだからあの必要だっていうもの、保護活動してる人たちが欲しいものに変えてお届けするっていうのをもう何でもやってるんでね。そうなんです、はい、なんかやるためにグッズ作りゃそうだし、ライブやればそうだし、なんかやるために、制作費以外は全部そちらに。カレンダーとかもそうですよね。全部そうです、そうです、うん、はい、素晴らしいですね。ね、買ってくださいぜひ。だから100万個あげる売ってこいって話だよすごいねこの営業部長ね、結構猛烈。 CD じゃなくてですね、こっちですねCD じゃないのバッジを買ってくれかわいそう、おいお前らバッジを買ってくれそういう曲を作っちゃいますね、バッジを買え、バッジを買え、ベイビー
マジでお願いしますよ。いろいろ大変もっと喋るからループしといて、うん、発表がいろいろあります。はい、まずは、ハーフ隊1号の、うん、ジーザス、はい、ジークはですねこれはまだ来月からなんですけど、実はですねクリスタルのブログ書く人の一員になります。イエーイ。オフィシャルブログですか。はい、あら、まあ、1日と11日と21日やりましたよ。肩書きにもう明日からブロガーって入れますからねそしてハーフ隊2号の、はい、はい、まあ、ちょっとジー君よりは先輩のヘイちゃんはもう実はスタートしていまして、知る人ぞ知るね、番組の前に、はい、前座なら俺に任せろっていうところでね、はい、隙間産業なんでそう言ってるかはちょっと見てのお楽しみ で、 そうです、ね、なぜいつもその隙間でっていうところでねいつも何かが邪魔してるっていう、今日は 何が邪魔かなっていうのでうっすらとね、うん、小さく吹き出し出してた編集の時にごめんなさいごめんなさい。どっかでやってるからね。お楽しみいただければ、まあ、楽しいですよ ね、 ね、うん、いいね、いろいろみんな楽しそうでね。クリスタルって結構、うん、あっちもこっちも楽しいことな、あの掘り起こしていくといっぱいあるんですよね。そうそう、見逃してはならぬクリスタルなぜ歌舞伎っていうねのでねだんだん慣れてきた。ええ、慣れましたね、うん、今歌舞伎最近派手じゃない。これですか、うん、あの本当にあれですよ、素敵、うん、舞さんにちょっと合わせて昭和っぽくないですか。いいじゃない、すごい昭和行き過ぎちゃったなんとか横丁だよねこれねでもこれからほら横丁の季節だから涙私を引き合いに出すんじゃないよ行き過ぎてる今気づいた、ちょっと言ったのよ、はいはい、おしゃれのね、あの先に今度もうちょっとレベルアップしたらゲストに合わせるといいんだよって確かに言ったそしたら、あ、昭和してきたと思ったモダンより前みたいな今日はそんな感じでスタートしたいと思います、はい、面白3人組です、はい、ではどこからでも楽しめるクリスタル It's show time。 似合わないその格好でいけない、エレガントだった。そうですよ、下町が出ちゃった。私はいいけどこの服ならいいけど、まいちゃん帽子似合う、かわいい。 ありがとうございます、ね、いつもヘイさんが、あ、お二人ともかぶってる、ジーザスさんもかぶってるから、そうそう、寄せてきました。何かを隠してるのかもしれないあ、何かをね真ん中ぽっかり開いてるかもしれないあら、今日は滑るね、口が喋りに来てんだよすごいですね、もう笑いが溢れっぱなしで面白い ね、 楽しいです、ありがとうございます。いや、まいちゃんだからよ、はい、本当ですか。そうよ、暗い時もあんのよ。暗い時もあるんですか。そうなんねな結構毒吐くんですよね、キリンさんってね、意外とね。毒じゃない、本当のことのことそれを毒というんだなんでそんなのしょうがないじゃん、人様によっては好みがあるからさ確かに、ね、誰かにとってはすっごいキャーかもしれないけどさ、私にとっては変なのってあるわさ世の中、それを言うだけのことじゃん何か終わらないからね、次の時に行きますか終わんないからさあさあ、はい、今日はなんか、はい、今日はですね、ちょっと特別なお話をしようねっていうね、はいはい、そうなんですよ、
で、ここにマンスリーゲストでもうゲスト出させていただいた時からちょっと言ってるんですけど、まあ毎年、夏になるとミステリーナイトツアー、稲川淳二の怪談ナイトに、出演させていただいていて、まあ、ちょこっとだけ出演なんですけど、うん、もうかれこれ今年で12年目になるんですね。すごい。はい。そう、私が歌姫楽団というバンドでデビューしたタイミングでたまたまご縁があって、うん、出させていただくようになって、うん、まあ、着物を着ておかっぱだったので、うん、出ないっていう感じ でちょっと怖い感じで喋ったりとか、まあ、稲川淳二さんとコラボして曲を作ったりとかっていう感じで、もともと私結構そういう見えない目に見えないものとかを結構大切にしたい人なんですよ、うん、まあ、例えば体温だったりとか、うん、その時感じた気持ちだったりとかっていうのを音楽で表現したいなっていうのがもともとあったので、うんうん、稲川淳二さんはそれをこう怪談という形でやってますけど、うんうん、すごく尊敬している大好きな方だったのですごく嬉しくって、うん、でずっと続けさせていただいてるんですね、うんうん、で今年も7年ってすごいね、はい、長いですよね、自分でもびっくりしてますずっと座敷わらしできるんだみたいなちょっと近くで見ないでくれよみたいなだからもう生き人形っていう怖い話があるんですけど、うん、もう生き人形になっちゃおうかなみたいな感じで頑張ってます、うんうん、すごいね、一度行ってみたいね、あ、ね、ぜひ、ね、いらしてください。毎年多分見に行かれる方とかもたくさんいるんじゃない、はい、もう本当に ね、今そちらで観覧してる方たちも、ね、はい、毎年ね、うん、来てくださってますけど、固定ファンの方がいらっしゃるよね、すごいです、でも半分ぐらいは新しい方って言ってましたね。今年ちょっと私行くぜひぜひ。怖いんだよね。あ、でもね、怖いだけじゃないんですよ。本当、なんか確かに怖いっていう話もあるんですけど、なんかこう泣けたりとか、私いつも袖で泣いてますもん、あーって一人で怖い、それが怖いみたいな、怖い声が漏れてるっていう、スタッフの人にびっくりしたとか言われますからね。8月だっけ、はい、今年7月14日から初日が始まって、私が出るのは7月28日の三郷文化会館からなんですけど、うん、関東近郊は何箇所だろう、12、3箇所、はい、ずっと続くんだ。あ、そうです、そうです。で、全部でね55箇所ぐらい回られるんです、全国。夏中だね。はい、72歳ですけども、はい、座長は、はい、そうなんですよ。絶対面白いよね、はい、いや本当に面白いんですよね本当ちょっとなしね、弱点の一つなんです、そこ。あ、そう、そうなんですか。階段、階段も全部、はい、いや怖い話とか、階段は面白いじゃん。だって違う違う違う、何、舞台だからさ、ストーリーじゃない。あ、そうなんです。お化け屋敷は怖いよ、急にこうしたりとか、柔らかくなったりしたりとか、うんうん、冷たかったり、あれは嫌だよね。確かにそうですね。でもお芝居見に行くことだからさ、本当絶対面白い。あ、お芝居とか道稲さん行かれることありますか。もう一切そちらの分野のことはもう小学校2年生ぐらいから一切見に行かない。あ、シャットダウン、うん、そうなんですね本当、なんか何かがあったね、その2年生の時。大きな体して、本当にバーンすれば大丈夫よ、大体ハエたたきみたいに。なんか稲川さんの話はなんか情景が浮かぶっていうか、なんか本当に一人で喋ってるんですけど、お芝居見てるみたいな感覚になるんですよ。一人芝居だよね、はい、頭の中で本当にもう情景が浮かんで、私もう十何回だから1回 そのツアーで聞くんですけど、毎回新しくて、やっぱ言い方とかも毎回違ったりするので、何箇所も来てる方もねいらっしゃるんですけど、じゃあ私みたいにそういうのを剣巻き得意じゃないんですっていう人とかでも楽しめちゃう感じなんだ。全然楽しめますね。お化け屋敷じゃないからね、はい、そうなんですよ。でなんかね、やっぱそういうの行くとちょっとこう取りつかれるんじゃないかとか、そういうふうに怖がってる人いますけど、全然そういうのなくて、稲川さんの話を聞いた後ってすごい晴れ晴れとした気持ちになってるんですよ、なぜか。温かい気持ちになってるんですよ。まあ、良くない例だっているかもしれないけど、はい、世の中生きてないものを、ね、はい、過去に生きてた魂は、はいはい、いるからね、分かんないだけで、うんうんうん、すっごく抱きかかえられてるかもしれない。私両親にもうすっごいガードされてるって思って生きてるし。あ、でもそれ絶対されてますね。うん、だから全然平気、いろんなことは。だってついてるもんみたいなすごい心強いが強いですねキリさんだから全然平気。あ、でも本当にその気持ちありますね、うん、なんか守られてるような気しますよね。そう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 、
だから大丈夫です、ミッチーナさん。なるほどね、はい、でもそうやってちょっと誤解してる人たちもいるから、はいね、新しい世界をまたね、はい、ぜひ見に来て体験していただくのもいいね。みんなで行けば大丈夫、ね、怖い時はね、キャーとか言っていいんですよ、うんね、はい、クリスタル、クリスタルご一行様って並んだら霊が怖くて来ないと思ってあそこをやめとこうっていじられそうだから確かにね、そんな気がします。そうだよ、楽しみ、はい、ぜひぜひ行きますから、はい、来てください、うんうん、団体で行きます、団体で高額そう、なんかクリスタルご一行は多分すごい笑ってるからそう、笑い声のところって絶対よ、なんか悪いものは寄ってこない気がします。そうそうそう、うんうん、あと役に立たないのも来ないから、あ、そこダメだな助けてくれそうなところに行くから、その可能性高い、助けらんないもーんって言ってるのだと確かにそうですね新しい世界が、はい、そうです ね広がるわ、うん、はい、で、あの以前、うん、その2013年だったかな、うん、あの稲川さんが25周年あのツアーを迎えられた時に、あのじゃあなんか一緒に作ろうみたいになって、うん、で稲川淳二さんの会談ですんごい怖い話があるんですよ、うん、赤い斑点っていうお話なんですけど、うんうんうん、あの赤い斑点着せましょうか、あエコーつけてくださいそう今思いっきり電気消せばよかったそう、そういうなんかね、あの声が聞こえてくるよっていうお話なんですよ、うん、でそれはもう元を正していくと、うん、まあ、その戦時中の特攻隊の、うんうんうん、持つあのお母様、うんうん、息子さんが特攻隊に行かれたお母様のそういった悲痛な思いとかが一つの話になってるってことは後から分かったっていう実話なんですよ。実話に基づいたものなんですよね。これちょうどこれはね、私の歌です全然関係ない私の歌ですでもそういう感じですね、ちょうど驚くから驚くから、え、これこのまま聞くの違います BGM ですもともと似てるってことですね、つまり一応周りをみんな見ておこうかキョロキョロ大丈夫か、はい、でその赤い斑点の歌をちょっと今日持ってきましたので本当、はい、よかったらじゃあ聞いてみましょうか、はいはい、早くライブに行きたい、いい世界観よね、そうですね、でこの CD が届いた時に、うん、あの稲川さんのお話と一緒に入ってるんですけど、うん、私聞いてたらコーヒー飲みながら聞いてたんですよ、そうしたらコーヒーカップがパーンって割れてパーンって割れてコーヒーがジャーンって下に嘘、これ本当の話なんですよ、しかも取っ手が取れたとかじゃなくて横に割れたんですよ、っていうのがまず怖かったのと、うん、もう一つは、うん、あのこれ出した後にあの私おじいちゃんとおばあちゃんの法事で、これ前も話したかな、あの、うん、群馬県のあるお寺に行ってたんですよ、うん、そしたら電話がかかってきて、まえ、うん、ちゃんあさってなんだけどって、それは怪談ナイト のプロデューサーだったんですね、うん、で、あさって暇って言われて、あ大丈夫ですよって、うん、今どこって言われて、ちょっと法事に来てて、うん、あ実はね、あのお寺で稲川さん怪談するからまえちゃん歌ってくれよ、うん、この歌を、うん、って言われて、うん、お寺の名前聞いたら私が今そこにいるお寺だったんですよ、そのおじいちゃんとおばあちゃんが眠ってるお寺だったんですよ、この日本の中で、そう群馬の、びっくりしちゃって私今そこにいますって言いました、いや絶対あるってそういういろんなことってみんな気づかなかったりしてるだけで、はい、うん、本当はちゃんとね、そうなんですよね、導かれてんだよね、だから私あのおじいちゃんとおばあちゃんの墓のに向かって歌えたんですよ、すごい、すごいですよね、びっくり、赤い斑点の歌で怖い怖いでしょって思いながら歌ってましたけどすごい、素晴らしいね、そう、でもそれびっくりしましたね、本当にだから12年も続くわけよね、そうね、そうだよね、まあ、霊たちにも歓迎されてんのかなってちょっと思ってます、そうよ、怖いばっかりじゃなくて私たちをクローズアップしてちょうだいって思ってるかもしれない、はい、赤い斑点だって着たいのよっていうそうなんですよね、そうそう、そんなことがあって、じゃあ夏はもうそのツアー回りだしたら大変忙しいね、はい、そうですね、ちょっと忙しいんですけど、うん、自分のライブもあの今日はねちゃんと帰ってきました、あ決まったの、はい、決まりました、発表ができるレシートでごめんなさい、レシートなんですよね発表できます、7月の29日、うん、はい、怪談ナイトの次の日なんですけど、うん、日曜日、うん、金町って
ていう駅ありますよね、うん、あそこに笠井神社という神社があって、その神社で、演奏することになりました、うん、で神社なのでお祭りみたいな感じなので、うん、無料で見ていただけます、うん、はい、で13時半ぐらいからかな、多分それぐらい予定しているので、はい、フラッと見に来ていただけたら嬉しいなと思います。決まったのね。はい、決まりました、やっと、はい、ずっとなんか3週間かかりましたすいません詳細出ない詳細出ないとか詳細は後ほどってずっと言ってる、はい、神社で見るとまたなんかこう音楽も面白く、ね、怖い歌はまあやりませんけど、うん、はい、寄ってきちゃうと困るんで、いいね、そうやってずっと続けてるものがあるっていいよね、うん、そうですね、自分でももうびっくりですよね、本当にだからなんか続けることってやっぱり大事ですよね、音楽もそうですけど、そうそうそう、やっぱりなんかすぐ やめたいなって思う人とかもいるらしいし、やっぱりバンドとかもすぐ解散しちゃうし、うん、歌もねやっぱり思うように歌えなくてやめちゃう、あの私も生徒さんが いるんですけど、うん、人とかいますけどね、うん、なんかもったいないですよね、歌も育つしね、うん、そうですね、本当に全然変わっていくんだよね、うん、そうですね、前聞いた時とさ、うんうん、あれすごく深い感じになってるとか、うん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 、そういうのここにいるとねすごくよくわかるの、あそっか、そうですよね、生で歌ってるの見ててね、うわー変わったなっていうのと、いる中には変わんねーなーっていうのもいるんだけどねなるほどね、いろいろね、いやでもそうですよね、うん、ここで生で演奏ね、うん、ずっと見てるわけですもんね、本当にね、なるほど、いや歌手の人大変だよね、ライブでまた新しい曲をとかってね、うん、やったり、またライブごとにほら構成いろいろ考えたりさ、そうですね、もう泣きながら作ってる時ありますね曲とか多分皆さんそうだと思うんですけど、なんかやっぱ生みの苦しみっていうんですか ね、簡単にできる時もありますけど、あ本当に生みの苦しみってこれかみたいな、そういうものづくりはあんまりしたことがないから私経験だけど、はい、そうやって生まれてきてくるものだからこそのやっぱり愛着だったり、あそうです ね愛おしさだったりあるもんね、ありますね、あそうか、ここカラオケで歌ってもいいんですね、いいよ、うん、そしたらじゃあちょっとあの歌来週ちょっとメンバー来るんですけど、うん、一曲カラオケで歌おうかな、いいよあまだどこにも発表してないこの間できた曲があって、嘘、わあすごい恥ずかしい、はい、本当ちょっとあのおけも作ったので、うん、時間取るよ、はい、そしたらすごい取るよめっちゃ緊張するな自分で言っといて発表したのに楽しみ、はい、なんて言ったんですか、ね、木漏れ日っていう曲なんですけど、はい、すごいあの今伝えたいことを全部詰め込んだ歌です、はい、楽しみ、いいね、よかったね、楽しみ、はい、今日はもう一曲聴ける、はい、はい、うん、あの流していただけるということなので、うん、あのちょっとそのこと話していいですか、ちょっとだけ、うん、あの私があの2011年、うん、2011年震災の年ですよね、うんうん、震災の年に、うん、友達があのそのすごい仲良かった幼馴染が亡くなったんですよ、うんうん、でその時にあのちょっとしたら朝方その子が来たんですよ私のところに、うんうんうん、ですごい泣いてて、でどうしたのって言ったら、うん、悲しいって死んじゃったからって、うんうん、でその時とっさに大丈夫大丈夫って言ったんですよ私、うんうん、あの体とかなくなっても大切なことに変わりがないからって言ったんですよ、うんうん、でそれで作った曲が今から書ける曲です、日だまりという曲です、いやいつものまいちゃんの声と違うな、本当ですか、うん、なんだろう不思議ですね、一緒に歌ってんじゃない、ああそうかもしれないです ね、うん、そうでもしばらくちょっと歌えなくって、うん、ちょっと温めてるんでまた機会が来たら歌おうかなと思ってます、うん、はい、いいね、バイオリンとまた、あ妖精さん、妖精出てきたなもう妖精さんがすごいスピリチュアルな感じなのでもう存在そのものですけどぴったりね、この曲ですね、そうですねさあじゃあ来週はその新曲と、はいはい、新曲とそれからあのメンバーが、ね、ギターの、はい、うん、スーさんが一緒に来ますので、うん、よろしくお願いします、ます、はいはい、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました、ひなちゃんでした、ありがとうございました、
ハートバトンリレー、毎週素敵なゲストからのバトンリレー、あなたが紹介したいアーティストへバトンをつなぐコーナーです。どんな素敵な方々にバトンが届くのか毎回楽しみです。はい、第3週目担当は私ジーザスです。よろしくお願いします。そして今週のゲストはですね、シンガーソングライターアジュさんが来てくださいました。よろしくお願いします。シンガーソングライターのアジュです。さあ、聞こえてきましたね。はい、この曲はなんとアジュさんの曲なんですよね。そうですね、これは私が歌詞を書いていて、はい、曲は、アフラクシー K さんという人に作っていただいてます。日本人ですか？そうです、日本人の方で、はい、ノーボディという、体がない、心からのメッセージを届けたいっていう意味で作った曲ですね。これいつぐらいに作られた曲ですか？これは2ヶ月前ぐらいですかね。出来上がったのは2ヶ月前ぐらいです。直近ですね。はい、作り始めたのは去年ですけど。テクノポップ。そうですね、近いかもしれないですね。あ、はい、なんとそのアジュさんなんですけども、はい、すごい、僕ちょっとプロフィールをホームページに見させていただいたんですけども、はい、まあ、僕が今までたくさんのミュージシャンのプロフィールは、まあ、僕もミュージシャンなんで、まあ、見てきたんですけども、はい、初めてあんなプロフィールも見ましてですねすごいんですよ。なんと2歳から最初ダンサーさんだったんですよね。そうですね、2歳からクラシックバレエをずっと20年ぐらい続けていました。それがまた、これ なんでなんですか？突然ダンサーさんから、はい、突然歌手に20歳。そうですね、もともとはずっと歌も好きだったんですけど、やっぱダンス2歳からやって物心つかない頃からずっとやってたので、はい、大学2年生ぐらいまでは続けてたんですけど、いきなり大学をポンと辞めて、はい、私本当は何やりたいんだろうなと思ってた時に、はい、私歌やりたいなと思って、もう一人でポンって海外に飛びましたね。むちゃくちゃですねそうですね、はい、その、まあ、もう大学をポンって行っちゃうところがなんかもうすごいミュージシャンだなって感じなんですけども、それで20歳の頃に大学を辞められて、はい、でボーカリストになられて、それからまたちょっとプロフィールがすごいんですよね、はい、なんと、なんかもうなんて言うんでしょうね、もういろんな国、海外、そうですね、こちらの方ジプシーのようにライブをされて最初の方はリゾート地が多かったんですけど、やっぱり具体的にどのあたりでした？最初はサイパンとか、やっぱりハワイの方とか、リゾート地で、その後はやっぱり親日の国を選んで、去年とかだとトルコのイスタンブール、すごいですね、カンパドキア、シンガポール。一人でですか？そうですね、一人で。え、楽器持って？楽器は私もうマイク1本なので、アンプ持ってったんですけど、はい、パスポート出さなきゃいけなくなるぐらい、警官に怒られたりとかして結構大変だったんですけど。やっぱ海外でも路上ライブをやると怒られるんですか？許可をちゃんと取らないといけない。あ、その辺って日本と一緒なんですね一緒ですねそう、無理くりこう歌ってたら怒られるっていう。へー、向こうの人ってどういうノリなんですか？いろんな、でもやっぱり日本人のこと尊敬してくれたりしてて。あ、そうなんですか？やっぱり親日の国選んでるとやっぱり優しかったですね。へー、はい、怖い思いとかしませんでした？あ、いっぱいありましたよ。犬に追っかけられたりとかそうそうそう。でもマルタ共和国はヨーロッパですか？そうですね、はい、ヨーロッパの国なんですけど、ワンラジオさんっていうラジオ局で、はい、私のオリジナル曲を歌わせていただいて。すごいですね、はい、単身乗り込んでもうラジオにまで。もうアポなしで行った。もう最初なんか門前払いだったんですけど、4日目ぐらいにやっと OK する。すごいそうなんですよね。やべ、ちょっとすごい人で、はい、来ていただきましたね。そもそも海外に行こうと思った理由って何なんですか？歌で。うん、やっぱり私の曲調がクラシックベースで、はい、ちょっとなんだろうな、向こうの人の方が受けがいいんじゃないかなと思ったのがきっかけですね。でも、じゃあもう向こう、私はもう日本よりも海外だっていう、はい、それで実際に行ってしまってラジオまで行くんですから、すごいですよねさあ、そんなアジさんなんですけども、はい、なんと今年、はい、すごいターニングポイントがあるということ。そうですね、あった、あった、はい、あった。
それは具体的にどんなことだったんですか？やっぱりいろんな人とつながる機会が増えて、はい、でやっぱ曲を作ってくれる人だったりとか、あとバンドをちょっとボーカルやりませんかって言ってくださったりとか、 はい、あとはもうあのピアニストの子がリカちゃんっていうピアニストの子がいて、はい、その子も専属で、ユニットでアジュリカっていうユニットを組んでいて、今年からこうボン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 ライブだったりとか、箱使っていいですよって言ってくださったりとかしてっていう感じで、今年から日本でデビューという感じで活動してます。じゃあ本当に今年から日本で、はい、そうですね、でそれにあたっていろんな仲間がどん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 増えてきた、はい、あ、じゃあノリに乗ってる感じですね、はい、さあそんなアジュさんなんですけども、なんと今日、はい、生歌ライブを、はい、やっていただけるということで、ぜひよろしくお願いします。あのすごいですね、生で聴いていただければと思います、はいはい、早速大丈夫ですか？もう準備は、はい、ここからっていう曲なんですけど、はい、この前奈良に行って作った曲で、奈良、はい、歌詞は私が書いてるんですけど、はい、曲は中川真也くんっていう、24歳の結構若手の人が作ってくださってる曲です。あ、はい、じゃあいきますか、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。止まったこの世界に、空っぽの影揺れる、あの雨音奏でる、空は滲んでた。雨上がりの窓の向こうで、濡れた僕に光が差して、眩しくて見えなくて怖いけど、僕は逃げたくないのだろう。悔しくても虚しくても、目をそらさず踏み出せば、昨日の僕より今日の僕は変われるから。大切な人眺めながら、弱気な心隠す僕の強がりさえ包む優しい人がいつもそばにいるから、今ここからまたここから空見上げて歩いて行こう。この空より明日の空は晴れると信じた。目を開いて最後、今ここからまたここから未来へとそっと歩き出そう。この世界が僕と共に変わる。
ありがとうございます。いやずっと聞きたいんですけど、この続きライブですね。ぜひライブ行きたいですね。さあライブの告知をじゃあ、はい、お願いします。7月の4日水曜日、四ツ谷 ロータス、はい、で、もう一つ7月31日火曜日、秋葉原ゼストで、ライブをさせていただきます。この歌を生で弾けるんですね。はい、ユニットのアジュリカで、あのリカちゃんにピアノを弾いていただくのと、はい、あと中学の時の同級生で、はい、小池和樹くんっていう、男性ボーカリストの子がいるんですけど、はいはい、その子と一緒にちょっとフィーチャリングで出させていただきま す、ね、はい、いや本当ファルセットもすごい綺麗で、ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、さあそんなアジュさんなんですけども、そろそろ最後の時間になってしまいましたの で、はい、これ見えるのかな、これ。あ、これ一応ライブの、そうですね、そうですね、はい、SNS やってるので、ぜひYouTube かな、ね、これアジュさんで検索して、はい、ホームページ、そうですね、あ、はい、こちらで見えるかな、こっちこっちですね、こっちかな、大丈夫ですね、うん、皆さんぜひぜひ、はい、ぜひフォローお願いします。はい、それではですね、はい、来週のゲストの方をぜひアジュさんの方から紹介してください。はい、来週のゲストは、大学からの同期なんですけど、ダンサー兼振付家の、菅原莉子さんです。はい、じゃあ、はい、莉子さんお待ちしております。はい、それでは今日のゲスト、シンガーソングライターアジュさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。クリスタル情報局よー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 今日なんか音楽がいっぱいで嬉しいよ返さない返さない楽しい。そうですね、音楽いいな。だからごめんなさい、俺もミッチーナさんと一緒で怖いんですよ。怖い、うん、そっちの話。あら、あーそうなの。あらあらあら、僕も見たことないんですよ。普通は見ないよ。うん、やっぱりないから怖いじゃないですか。経験したことないですから。経験したことないのにどうして怖いの。ですね、それそういうのやめる。弱虫だからそういうことじゃん。どんなものかも分からないのに怖くないじゃん。その怖がってるところにヒャーってくんだよ。いやいや、やめましょう。あ、呼ばれたってくるから知らないよー。ジー君弱虫っぽいもんね。そのじゃあ今度怖い電話しよう。もしもしいや、もうそっち行ってくださいやめなさいよ、押し付けるのなんだ、へいちゃんは感じる方、こっちこっちこっち、まあ一人っ子はそっちでやってくれなんだよね、変なの。やっぱり感じる人の方にあれなんですかね、行く傾向なんですかね。そういうことではないんですかね。わかんないですよね。感性の部分だから、本当にこうやってものがあるわけじゃないじゃない。はいはいはい、わーんと感じるものだからさ。まあ、目に見えないものっていっぱいあるからね、それ以外にもね。私はだって犬たちが何喋ってるか分かるよ。マジですか。そんなに驚かないでだいたい分かるね。分かるよ、飼い主なら。俺ヘイ君が何考えてるか全然分かんないですよそれがジェネレーションギャップってそんな目に見えないもんだらけだからね。そうよ、だいたい心なんか見えないでしょ、ね、どうする、真っ黒だったらブラックハートだったらいやいやいや、本日本当に音楽がいっぱいで楽しかったな。うん、音楽もなんかいろいろ切り口を変えていくと本当に見え方がまた変わってって楽しいですよね。そうそうそう、面白い。来週またほら、うん、ね、新曲も聴かせてくれるし嬉しいね。来週が終わると7月になっちゃうって知ってる、はい、7月あれ、7月といえば、なんすか、7月といえばなんだっけ、なんですか、我らが師匠がやってくるわけだ、ラスボスのね。それでさ、7月5週もあるんだやる気満々だぜ、頑張るぜよ。嵐ですよね、嵐。でもね、ちょっと発表しちゃう。お、初めて言うよ。え、何ですか何ですか。7月は上田正樹さんが来るよ。え、マジですかマイクの前で本気で驚くから離れなさいよマジ驚く。マジですか。うん、だからジーザス休み。すげえ。だからジーザス休み。休み、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 そっちで見ます、そっちで見ます。嘘嘘楽しみですね。すごいでしょ。あと、あ、キミオレイ太郎さんね、はい、すごい、それもすごいですね、今大変人気ですよ ね、ライブチケット取れないんですよ本当に。
なぬ、あ、だってこの間だって行けなくて行かれないんですよ。しょんぼりってしたんだね。ね、いろんな7月濃いですね。やばいね、何着る、うん、何着るだってやばいですね。あとほら遠藤京子さんもね、お見えになるから。そう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 、やばし、楽しみよ7月は。これすごいですね。どうなるクリスタル。師匠に乗っ取られる。師匠にならいいか。どうぞどうぞどうぞ。みんなでどうぞどうぞどうぞ。どうぞどうぞあったね、そうじゃない。俺はみんなとだ。楽しみでございますね。楽しみ楽しみ本当に、うん。どうしよう。またさ、やばくない？やばいっすね。どうする？え？どうしようもないわよ。やばいっす。楽しむしかないわよ。イマジンなんて始まっちゃうとどうしようね。いや、どうする？今からすごい言っとく、それ聞きたいぜって。アンに、アンにね。港さ、師匠に。クリスタル聞きたいな。そうそう、レインボークラブバージョンですよね、そしたら。きゃー、毎回違うんだから。そうだ。上田さんの歌ってそう、全然違うんだもん、アレンジ。やべー、泣くかも俺。みんなで泣いてる。誰か進行しろ。へぇーってきた。しょうがねえな、あいつ。さあ、だからね、うん、ちゃんと心構えしといてくれ。はい、発表してやったぜ。ではエンディングに参ります。さあ、お別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしております。デリシャスなラジオ、月9はクリスタル。次の番組はハッピートナイト、ミキナさんとカナミさんがお届けいたします。クリスタルのホームページは数字で81810クリスタル .com へアクセスしてくださいね。チームクリスタルの情報は映像に写真盛りだくさんでございます。頑張れ。どこからでも楽しめるのがクリスタルスタイルクレイジーサイコー。ごめんね、ちょっと今ね。姉さん、姉さん、もう上田さん、そうなの、頭が分かった。ちょっとまだ早いっす。頭の中イマジンになっちゃって今。僕今ちょっと入りました、入りました。僕もいつもより 1.3 ぐらいかすれてきました。そうそう、メンバーが浮き足だってどうすんだよ。いや、立ちますね。いや、今のうち浮き足だとかないですよね。そう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 、原田真さんの時もね、前上がっちゃってたのをね、当日ね、ぐっと押さえてきたからね。だって知ってる、私は小学校の時から、あ、もっと、もうすごいちっちゃい頃からこう、今初めて言うけど、ファンだったんだ。いやすごいですね。そんなことをね、少しも出さずにね、本人にも伝えずね、そう、さりげなく終わったんだよ。そうだよ。いや、でもプロですね。それがプロってやつですかね。そうでしょ。でも今言っちゃった。でも伝わって、伝えられなかったね。実はね、あの、ラジオにハガキを出せない性格だから。一緒なの、一緒。ずっと変わってないよね。変わってない、変わってない。私すぐ言っちゃうの。好きですって。大好きですって言っちゃう。まあ、だからでもね、お弟子さんになれたわけで、みんなとして。そうですよ。可愛い弟子ってメールが来た。あ、マジですか。え、やったマナ弟子ってやつですよね。私も可愛い師匠って返した。うん、僕飲み友達です。私ね、ちょっとこの辺にいてすごい意外とに忙しいの。忙しい。お世話かかりね。二人になっちゃって。大変なもんだ。やっぱりそっくりだったのよ。あーじゃないよ、本当にね。ね、頑張ろうみんな。みんなで、そう、今のうち栄養つけてね、4月を乗り越えないと。そうよ、5週ありますからね。夏バテなんかしてる場合じゃないからね。本当そうです、本当そうですね。愛ちゃんがね、ちょっと青い顔になってんのよ。ごめんなさいね。ごめんね、協力するからね。みんなで乗り越えよう。大丈夫、大丈夫。俺デザート持ってきます。さあ、では音楽の魔法が今夜も明日も誰かの心を元気にしてくれますように。合言葉はお互い様にありがとう。見逃してはならぬクリスタル、また来週。君のこと思うよ。